はい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 、速報速報、大速報でございます。みんななんか変だと思っていたよね。中国は北京を襲ったですね、スーパー台風によってですね、中国では尋常じゃない被害が出ているわけでございますよね。なんとね、これ日本のマスコミはですね、台風の被害でですね、なんと福建省だけでも145万人級がですね、145万人超がですね、大被災をしてですね、とんでもないことになっているという形でですね、台風の被害のニュースを終わらせていましたけども、なんか変だと思ってたよね。台風というのはとんでもない天災でございますよ。当然ね、川が氾濫してですね、とてつもない被害をね、巻き起こすもんでしょう。しかし、この水の量はなんだ？この中国のこの、今回のですね、台風のこの水の量はなんだって思いませんでした？流れてくる映像が、ちょっとこれ台風だけでこんな状況になるもんかとみんな、頭を悩ませましたよね。まるで、溜めていた水が一気に放流されたかのような、そんな被害だなってみんな思ってましたよね。はい、判明しました。中国のですね、このね、大災害の、原因はですね、台風だけではございませんでした。なんとですね、通告なしのダム放流。さすが中国共産党、住民国民に対してですね、一切通告をせずにですね、もう溢れんばかりになってしまったダムをですね、一気に放流をした結果がこれであると。中国の国民の命をですね、もうな、おそらく何千人単位になってるよね、これ多分ね。奪ってしまったですね、あの大洪水は台風だけではございませんでした。中国共産党のクソ政策によってですね、通告なしのダム放水が行われたことがですね、はい、大金さんによって一気にすっぱ抜かれました。はい、日本のマスコミはですね、やっぱりまだまだ中国にですね、忖度してますね。日本にもですね、これ、ね、台風やってきてますからね、エミさん気をつけてくださいね、気をつけてくださいね。アホの政府がですね、中国共産党みたいなことをやり始めたら大変でございますからね。まあさすがにそんなことしないと思いますけど。ということで、これ、ね、日本のマスコミがですね、まだまだ中国に忖度をしていますね。単なるこれ中国のね、中国のこの台風被害はですね、この天災ではございませんよ。どちらかというと人災であるというニュースがですね、ドカンとついにドカンと流れましたので、それを私ね、まあいろいろあるんだよな、ノーベル賞経済学者がですね、中国の経済は日本よりもどんどん悪くなるだろうということでですね、はい、やっとノーベル賞経済学者が、私に追いついたのか、嘘だよ、冗談だよ、調子乗ってだけで、嘘ですよ、とかいろいろニュースはあったんだけれども、俺これも中国共産党らしいニュースだなと思ってね、ね、中国共産党が管理をしているダムっていうのはですね、もう時限爆弾みたいなもんでございますので、中国の皆さん気をつけてね、ということでですね、これね、はい、中国共産党がですね、中国国民にですね、一切の通告なしでダム放流をした結果がこれであると。ついにですね、これ中国のですね、大企業からですね、現地を取材したですね、あの記事がですね、届きましたので、こちらをですね、皆さんにお届けさせていただきたいと思います。はい、中国なんか一切信頼するなよ。いきますよ。はい、通告なしのダム放流で、避難もできず、家がですね、水没、下流地域に甚大な洪水被害、中国河北省でございます。これね、本当にね、どえらい内容になってるよ。いくよ。はい、大洪水の後に残されたものは、まるで津波に襲われた海辺の街のような、さんさんたる光景でございました。それが今ですね、中国の内陸部のはずであるですね、そう、内陸部だよ。中国の内陸部であるですね、北京市、天津市、河北省で、現実のものになっております。しかもですね、満々たる黄土を含んだ汚水はですね、泥水、あの泥水ですね、これはですね、まだ引いておりません。連日のですね、豪雨のため、7月の29日頃から多くの河川で、警戒水位を超えるですね、水位を観測した、北京当局は、なんと7月の31日から、複数のダムで、河北省や天津市に向けてですね、大量放水を行いました。この影響で下流に位置する多くの地域で、農地や市街地が水没をしまして、停電するなど、大きな被害が出ています。ちなみにね、これね、食糧危機をですね、巻き起こす可能性があるぞということさ、今言われてる状況なんだよね。で、天津市ではですね、放水前にですね、住民への通知は行われていましたね。これに対して河北省への放水は事前通告なしだったことが分かりました。河北省の住民はですね、この突然襲いかかってきた、天災プラス人災に対して何の準備もできておらず、もう逃げる場所すらなかったそうでございます。そして8月の1日、昨日ですね、北京からのダム放水を受けた河北省は深刻な洪水被害を受けまして、中でもですね、この宅州市ですね、河北省の中にある宅州市というところがあるのね。ではですね、広範囲で水没が発生し、危機的な状況に陥っている模様でございますと。しかもね、これね、日本のマスコミでなんで流れないか言おうか。中国共産党がこのね、タクシュー氏のですね、公安の助けてくれっていうこの声をですね、全部握りつぶしたんだよ。はい。タクシュー氏の公安は2度にわたっていつまで持ちこたえられるかわからないと SOS をですね、SNS の公式アカウントを通じて発信したんですよ。しかしなんと2件ともですね、中国当局の検閲に遭いまして削除をされたことがわかりました。タクシュー氏、中国共産党完全に見放したわけですね。あ、1日のですね時点で数十万人が住むタクシュー氏
市では全域で断水をしまして、一部地域ではなんと停電も起きていると。現地からはですね、多くの村が水没をしてしまった。村の中で高台にあるところでも、水はですね、2階の高さまで来ておりと。もう、待っているしかないんだ。もうこれ以上放水しないでくれと。わかります？高台の上にある家の、さらにその2階の高さまで水が押し寄せているってことは、高台の下にある家は全部水没なんですよ。まさにこの状況なのよ。人いるんだよ。普通に。で、高台ももう2階まで水没をしているような状況で、どうすんのと。これ、東日本大震災の時の津波よりもやばい状況に中国はなってるんですよ。で、あるいはですね、タクシュー市の、陽光外波症、なんていうのか、工事現場、タクシュー市の工事現場ではですね、なんと二十数人が立ち往生している。食べ物も飲み水もない。救助を要請するといった具体的な、救援要請メッセージが SNS 上に今溢れ返っております。一方ですね、ダムの放水は状況に応じて仕方がないとしても、放水を開始する前に市民には何も知らされていなかった。朝起きたら家が水浸しになっていた。たとえ放水を通知したとしても、その知らせを市民に行き渡らせる努力を全くしていないじゃないかと、当局の不作為な中国共産党のアホの不作為、あるいはですね、通知後の、努力不足をですね、指摘する声が根深いと、そうしたことから明らかな人化である。で、これは天災ではなくて人災であるとして、中国政府の責任追及の声も広がっているとね。そしてですね、上流から放水を丸1日受けた、タクシュー市公安局もですね、ついに1日の夕方、緊急の救援を求めるメッセージをですね、 SNS のウェイボー上の公式アカウントを通じて投稿しました。全域で断水している、一部地域で停電している、市民を移動させるための船が大量に必要であると。こちらはもういつまで持ちこたえられるかわからないということでですね、もう地方政府絶叫してるんだよ。これ絶叫してるんだよね。ところがですね、その後、地元の公安局は再度 SOS を出しますが、どこかの圧力を受けたのか、この2件の救援要請のメッセージはなんと削除されました。公式発表ではタクシュー市での死者は9人となっておりますが、しかし民間ではですね、この犠牲者を含めて実際の被害状況はですね、公安が発表する数値よりもはるかに深刻であると考えられている。当たり前です。中国共産党まともな報道しないでしょ。で、これほどの規模の洪水で死者9人。しかも、事前通告なしのダム放流ですよ。ぶっちゃけ何千人死んでるかわからんという状況だぞ、これ。はい。これがね、8月、やめてこう、この動画やめてこうか。8月1日のタクシュー市の様子、水深4メートルですよ。ほどまで溜まってしまった水は全く引かず、引く気さえも見せていないという状況だそうでございます。タクシュー市に限らず、河北省の他の地域でも状況は厳しいと。同州の、関化粧市っていうのかな。ではですね、氾濫した水の中を歩いていて、なんと感電死をした市民もいました。またですね、これなんていうの、簡単市でいいのかな。携帯市でいいのかな。ではですね、複数のですね、堤防が決壊をして、多くの町や村が水没をしました。クラシュー市のですね、一部道路も川に行くなってしまいます。川と化しましたとね。一方ですね、北京では8月1日も雨が降り続いております。河北省や天津市に向けて大量放水を行うことで最悪の事態を免れたとされる北京だが、そう、北京を守るためだけにですね、田舎の町の人間をですね、犠牲にしたんだね。その北京でもですね、洪水が引いた後の町の中には濁流によって流されてきた複数の車両が残っておりまして、転がっておりまして、様々な物品がですね、散乱をしていると。市民によるとですね、ふくらはぎの高さまで泥が堆積しているところもあるというとね、わかります？日本のマスコミここまで報道していますか？していないでしょ。これが今の中国の実態なんですよ。はい。あ、終わっちゃった。記事終わっちゃった。はい、ということでございましてですね。いやー、俺ね、予想が当たってちょっと嬉しいんだわ。嬉しいっていうわけではないんだけどね。だってこの状況を見てさ、普通の台風の被害ではないと。これ明らかに中国政府がなんかやらかしてるぞ。で、中国のことをずっと見てきた僕としてはですね、おそらくこれ、上流で、ダムが決壊したか、もしくはダム放流しただろう、これ。と思っていたらですね、斜め向きを行きましたね。通告なしのダム放流。通告なしのダム放流ですよ。日本でこれやったらどうなると思います？政権吹っ飛ぶよ。でも中国共産党は未だに元気に中国でワイワイやってるそうでございます。それですね、こんな状況を見たですね、ノーベル賞学者がですね、中国経済はもうダメであろうと。あ、ほんでね、これもうちょい言っていい。あのね、今日ね、すっげえ話出たでしょ。あの、スパイ対策に国民動員よ。これですね、中国共産党のですね、あの、国家安全省がですね、あの、ウェイボーの公式ツイートを使ってですね、中国国民に呼びかけたんですよね。おい、スパイらしき人間がですね、周りにいたらですね、すぐに密告してこいということをですね、全国民に呼びかけるということで、これを見てですね、これ西側諸国がですね、ああ、もう中国はダメだ。中国なんかに出かけていったら逮捕されるぞっていう形なんだけれども、これですね、中国共産党ですね、これ誰に向かって呼びかけてるかわかります？これ外国の人がですね、スパイをですね、しそうだっていう話じゃないんですよ。中国の国内で国民の不満がガンガン高まってきてるのね。これ間違いないんですよ。これいつから高まってるかわかります？ゼロコロナ政策からなんですよ。ゼロコロナ政策からですね、あの、習近平やめろ、中国共産党は退陣だっていうデモがね、あの、もう天安門事件以来のね、あの、
デモだって言われるくらいのデモが起きたでしょ。でもあれは中国共産党ちゃんと取り締まれなかったでしょ。そう、取り締まれなかったんですよ。これは後々ですね、波紋を呼ぶぞって言ってたけど、これ完全に波紋を呼んでるのね。ね、中国の国内、しかもね、この今回のこの台風のですね、この対応を見てですね、中国国内の中国共産党を倒せという声はですね、日本のマスコミ報道しませんけれども、俺中国のウェイボーとか見てて思うんだよ。中国共産党を倒せという声、間違いなくとてつもなく高まってるからね。とてつもなく高まっていることを中国共産党は理解をしているからこそ、このスパイ対策に国民動員ということで、周りでですね、中国共産党のことを悪く言う中国人がいたら、全部報告をしてくれ、取り締まるから。これが実態なんですよね。外国人のスパイを取り締まるんだじゃないんですよ。違うんですよ、おそらく。これね、中国の国内で中国共産党を倒すんだという声が高まっているからこそ、その中国人ね、反乱を起こすような中国人を取り締まろうとしているのが、この記事なんですよ。であるのは、西側諸国はですね、なぜこの記事をですね、外国企業をですね、中国が取り締まろうとしているぞ、的な形で報道したのか。ね、これね、西側諸国のね、ええ感じのプロパガンダなんです。ね、中国共産党がですね、今ね、中国の国内で経済ボロボロのボロンとでしょ。ね、で、だから外資の力が必要だって一生懸命取り寄せようと、呼び込もうとしてるでしょ。でもアメリカとか西側諸国の政府はですね、中国共産党このまま滅んでしまったらいいなと思ってるわけでしょ。だからね、中国共産党が、中国国民向けに行ったですね、この国民動員っていうのをですね、西側諸国のね、企業をね、摘発する気だぞという形で、ええ感じのスパ、いや、これね、あのね、間違いなく西側諸国のプロパガンダなんだけれども、いや、いいと思うよ。全然いいと思うよ。だって西側諸国そもそも中国共産党助ける気ないでしょ。潰れてしまえと思ってるでしょ。であるならば、ね、西側諸国のこの手のプロパガンダ、私は応援したいと思います。で、もう本当にね、わかるでしょ。この状況を見てわかるでしょ。中国国民のね、中国政府に対するね、反乱の声ってね、絶対でっかくなってるから、当たり前じゃん。お前、ダムを放流するのはいいとして、ダムを放流することを一切通告せずに、いきなりドーンって流しちゃうんだよ。そんな政府いるか？いらないよね。はい、ということでですね、これね、ある意味ですね、私この記事を見てですね、これね、スパイ対策に国民動員。これね、あれ多分中国国民の中で、不満の声が高まってるからだぞ。最近中国何やったかなと思ったらですね、中国国民なんか何も死んでも構わんと言わんがばかりのですね、まさかの通告者のダム放水。これをですね、やってました。日本のマスコミは一切報じてないけれどもね。はい、ということでですね、これね、あの中国ね、マジでやばいと思います。この後ね、俺中国の経済ちょっと調べてですね、また動画作ったのかなと思ってるんだけれども、中国ですね、マジでやばいと思うんで、これからね、中国のやばいニュースね、ガンガン出てきてですね、私、もうあのね、もう歓喜の舞を踊りたくなるような、ね、状況になってくると思いますので、またね、中国がやべえっていう話があったらですね、皆さんお届けしたいなと思いますので、もしよければチャンネル登録お願いします。というわけで、今日の動画を終わりたいと思います。バイバイ。